今日は1月30日9時半です。30分前に東京から帰ってきました。このコロナの中ちょっと東京行ってたんですけど、帰ってきたらちょっとすごいことが起こってまして、先日ちょっと YouTube の中で今になって確信したんですけど、所さんと YouTube でコメントのやり取りを僕がしてしまったみたいで、僕はちょっとあんまり最初わからなくて、であれこれもしかして所さんだったのかなと思って、書いた後にちょっと思ったんですよね。そしたらこれ所さんからまたこれプレゼントが届いたんですよ。ちょっと見てください。これ江藤くんが L、 ヒロくんが XL、 所ジョージ2022年1月吉日。ちょっとこれもう本当に所さん、すいません、所さんと気づかずに最初コメントをしてしまいました。申し訳ないです。本当すいません。僕いたずらで誰かに返信されてるのかなと思ってしまいました。すいません。これちょっとコメント、これここここ切って学装します。ここ切って学装します。本当にそれぐらい好きなんで、これありがとうございます。ちょっと信じられない。おー、その手書きの部分はコメントと同じだもんね。送ります、江藤君は L。 いやいや、はいはい、そうです、ね、そうです、そうです。つまりこれは証拠ってことだもんね。はい、これはちょっともう僕いや本当に、いやまさかそんな所さんがコメントするわけないと思ってたんで、所さんのファンの方が僕に対してなんかちょっとこうふざけたつもりでなんかやってんだろうなと、茶化してる、ね、そうそうそう、ちょっと茶化して、うん、そしたらなんか前の動画を所さんがなんか見ていただいたみたいで、え、なになに、え、綺麗なお礼にお礼を。はあ、粋なことされるね。じゃあ綺麗なお礼を披露したってことね。これはちょっと、いやもう本当すいません。もうこれ多分、いや嬉しい。それ学装？え？学装するの？これももちろんですよ。これ学装します。学装します。学装多いな。最近所さん、僕例のちょっと番組と別件でなんか東京のに行くようになって、結構なんか行ったりするんですよ。それでよく所さんのお話をさせていただいてるんです。わーら、見て、本当に来たよこのパンツが。ああ、これがそうか。いや、そしてね、僕がね、僕パンツ L なんですって言ったんですよ。コメント上でね。コメントで。そしたら、ドイツのロシア戦線の時みたいな感じで、自分はいつも XL を履いてるって。いや、すごい詳しいなと思って、その言葉通りちゃんとこう調べて。そしたらこうドイツ軍ってこうゆったりした服を着てて、オールインですね、はい、うん、だから、あ、じゃあ僕も今度から XL にしますって、パンツも XL にしますって言ったんですよね、コメントで。でまだその時もあんまり所さんって分かってなくて、これこれ、うわすっごい、多分贈り物を送ってると
もうこれは僕が負けるんですよ。まあこれ以上の価値は送れないよな。いやいやもうはい、もう所さんは何でも持ってあるし、僕がちょっと差し上げるものがないので、もうこれに対してもうあえてお礼は やめます。もうご迷惑がかかると思うので、はい、これにまた綺麗なお礼、もうはい、これに綺麗なお礼になっちゃった、はい、もうなんか所さんのことだから、多分もう無限ループになったらちょっと申し訳ないので、かわいい、これこれあんつあったかそうやな。いや今度これ来てちょっと、これは今日はそれはまだこれは L です。江藤君は L って書いてます。手紙というか、まあ、いやもう本当に大手書きというか、ちょっともう江藤君が L、 しかも僕のことをヒロ君って書いてくれてて、ちゃんとその英語表記だよね、ヒロってね、ちゃんとっていうか、はいはいはい、そうですね、うん、いやなんかもう逆に申し訳なかったなこれ。いやだって、あ、それこそそのこれ僕が動画を、この前の動画をアップしたことに対してコメントが来たんですよ。丁寧なお礼を見ましたって。はあ、なるほどね。はい。で、パンツを送りますって。で、ちょうど僕その所さんの動画を上げた次の日に、うん、あんだけ T シャツいただいたから、うん、僕別府のもの、食べ物とかをもうこういうの全くなしでですよ、うんうん、もうほんと T シャツのお礼に、もう素直にあれのお礼に、別府のちょっと有名なっていうか、まあお菓子とかをちょっとこう送ったんですよ、まあくまで気持ちのお礼、気持ちの、はい、もうほんと気持ちのお礼を送ったんですよ、うん、そしたら偶然その夜に所さんからコメントが来て、あなたは XL、 江藤君は L、 パンツを送りますって。まさか動画も見てくれて、かつコメントも見てくれて、かつそのお礼をまたくれるっていう、コメントまでしてくれて、綺麗なお礼にお礼をって、涙出そうよ。また綺麗やな、それがまた綺麗だよね。いやもうこれ所さんにはもうかなわないですね。所さんにかなうとしたら何、本物の銃ぐらい送ったらいいかもしれないですね。あんだけカスタムしてあるから。そうな。じゃあ夢は本物の銃を送るでいいじゃん。いや所さん、僕は東京に行く機会が増えるので、いつかまあもう僕の勝手な夢として、いつか世田谷ベースで所さんとシューティングゲームで遊べることをちょっと夢見て、ちょっとし頑張ってみます。はい、本当にありがとうございます。もうこの綺麗なお礼にお礼を、ではもうちょっと本当に返すのはもう控えさせていただきますけど、本当に所さんありがとうございました。僕もありがとうございました。なんか事務所の問題がとか言って僕は出ろって言ってるんですけど、もうやっぱそういうのがあるみたいで、すいません、僕しか出れませんけど、所さん本当にもう本当にありがとうございました。これは切って、ここを切って、これと一緒に、また額装しますんで。すごいな。はい。所さん、ありがとうございました。またいつか遊べるじゃなくて、お会いできることを、数年後先でもいいので、ぜひ覚えておいてください。ありがとうございます。いやー。はい。履いてみた。履いてみました。パンツ L でいいと思ってたんですけど、うん、所さんのアドバイス通り XL にしてよかったです。ぴったり、うん、ほらめちゃくちゃあったかいですよ、これこのパンツ。中にも履けるしね。はい、うん、中にもほんと履けるし、うん、もう履く必要がないぐらいあったかい。かわいい、ほら
ありがとうございました。本当、もうあの所さん、もう本当にこんな機会をいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。大切に、あ、これはもう飾りません、あの履きます、ちゃんと。それはそうよ、そっちの方がいいよね。はい、うん、これを履いて遊びに行きたい。はい、あ、XL で正解だった。いや、もう本当 XL で正解でした。アドバイスありがとうございました。やっぱり先輩の話はよく聞いた方がいいです。仕事も遊びも、そうやな、経験者だね、遊びのプロなんで。ありがとうございます。